沼田国造は古代には現在の広島県三原市の沼田川周辺地域を支配したとされる国の宮津湖。沼田神社社家の筑紫家が自称し、三原市がその存在を唱えた国の宮津湖である。紫氏。支配領域は律令制が徐々に及び中世になると、この地域は西恩寺家の荘園沼田荘となった。省のゲスは 学音寺縁義絵巻由来の在豪族の沼田氏であった。その後、西音寺家は力を失い、戦国時代には土井寂平が自当職となり、以降小早川氏の支配下に置かれたが、その間、筑紫家は現在の三原市沼田東町本市にある沼田神社の社家として存続し、戦後まで続いた。なお、明治十二年の届け出記録よると、 この他沼田東町片島にある小型島神社、沼田東町執法にある執法五福島神社、亀山神社他の沼田東にあるすべての神社も主観されていた。筑紫家所像の旧記によると、寛永二年大宮寺国蔵区内太夫、藤原直政柿のとある。筑紫家の墓地は、沼田東町執法の亀山などに残されている。最後の当主は、神話学者の筑紫信真。 なお、筑子の読みは、筑子であり、九州発祥の筑子史とは、無関係である。国像の支配領域は当時沼田国と呼ばれていた、地域、現在の沼田川周辺にあたると考えられる。ただし、国像が歴記される、国像本義をはじめとして、資料に沼田国像の記載はない。国像本義には、沼田川を含むき地域全体で、阿吾国像の記載があるのみである。 これに関して、三原市市では、国造本義が、全国の国の宮津湖を網羅したものでないとする説を、もとに、沼田川流域に、国の宮津湖があった可能性を指摘している。実際に、古事記にのみ記載される、元巣国造や無吉と国造、諏訪市系図にのみ記載される諏訪国造や基礎国造があるなど、全てを網羅できていない可能性がある。沼田神社では、菅能の人と、 クシナダヒメ神を祀る。ありがとうございます。